こんにちは福井教育支援サークルの吉田です。今日は6年生の道徳、銀の食題についてお話をします。内容項目は相互理解、寛容です。それではあらすじです。これはああ無情の中の一節を切り取ってきたもので非常に有名な教材ですね、えー。刑務所から出たばかりのジャンはミリエル司教の家に泊めてもらい食事もご馳走になります。えー、ところが、 夜中にミリエール司教の銀の食器を盗んで逃げ出します、えー、翌,翌朝に実はこのジャンね憲兵に捕まってしまうんですけれども、えー、そこでミリエール司教は憲兵に銀の食器は差し上げたものだとまあ、嘘をつくんですね、えー、それどころか銀の食材までジャンに持たせようとするわけです、えー、ジャンはその場に唖然として立ちつくという話です えー、小学校学校習指導要領の解説を読んでみました、まあ寛容といってもねこのね見れる主教の行為を寛容レベルと考えていいんでしょうかねまあ広い心で相手の過ちを許す心情や態度がねまあ人間生活や社会のために必要ですとはいえね えー、あのような裏切りにあった人をね、許すってそう簡単にはできませんね、むしろ畏敬の念さえ抱いてしまいますよね、えー、でも、お話にやっぱり私たちは感動すると、それは許すっていうことはとても難しいということを知っている、難しいんだけども尊いということを私たちは知っている、だからこそ、ミリエル主教の行動に感銘を受けるんだと思うんですよね。 まあそういう考えでいいんじゃないですかね、ミリエール主教のように寛大になりなさいと言ってもね、それはなかなかね、えー、難しいと思いますね。えー、いつかどこかでね、えー、許せないと思った時にね、この話を思い出して、ああの時ミリエル主教っていう人がいて、許したんだよなと思い起こす、そんなのでいいんじゃないかな,いいんじゃな,いかなというふうに考えて、えーね、展開を考えてみました。 それででは質問です、えー、まずね、絶対に許せないという気持ちになったことはありますかと聞いてみたいですね。えー、これはね、もちろん挙手を求めたり、意見を言わせたりするわけじゃないですね。ないですかと、心の中で思い浮かべてご覧なさいと。で、今日はね、えー、ね絶対許せないという気持ちについてちょっと考えてみようということで、資料を読んでみようと思います。 えー、その上でねまずやっぱりねこれだけのお話ですので感想を書かせたいですよねどんな感想を子どもたちが持ったか、えー、それをまず言わせる続いてジャンはどのような人物ですかもうこの部分だけ見る限りにおいては、まあ、とんでもない、ね、悪い人物だということが子どもたちから出てくると思います、えー、次にね、えー、ミリエル司教は憲兵にどんな嘘をついたのですかというふうに聞きたいですよね 1、えー、一つ目はあ、ね、盗まれた食器これを差し上げたものだと言いますね、それから銀の食代をもう上げたんだと、これも嘘ですよね、ここを確認して、えー、嘘をついた理由は何だと思いますかと、ここを少し深めたいですよね、えー、ジャンを救いたいというだけでいいですかと、えー、銀の食代まで持たせるということは、ただ単に今この場を救おうとしてるだけじゃないよねと。 いうふうに子供たちに問い替えをしよして、まあ、この後しばらく何とか自分で生活できるようにしたいというミリエル主教の考えが見えてきますね。えー、その上でね、ミリエル主教にはどんな考えがあったのですかというふうに聞きたいですよね。えー、これはね、えー、この教材の本文の中にね、えー、自分のものにしておいたのは間違いだったりと、あれは貧しい人たちのものだったのだと、ね、自分の 使っていた銀の食器は貧しい人たちのものだったんだよと、ね。このようにして貧しい人たちを救いたいという願いがこういうところからも読み取りますよね。でその上でね、えー、ジャンは起用しないそうな状態で立ち尽くしていたとあります。どうしてそのような状態になったのだと思いますかと。あこれはですね、えー、まずね、自分が止めてもらった。 食事までごちそうになってもらったっていう恩があってなおかつそれを裏切っておきながら、えー、銀の食器どころかね、えー、銀の食台まで持たせてくれたとこんなに寛大な人がいるんだというようなところまでこう子供たちに発言させていきたいですよねということはそういう心を感じるそういうことをありがたいと感じる心が このジャンの中に残ってるということでもありますよね。えー、そしてね、えー、この話には続きがあり、ジャンはその後主張にまでになりますと、ジャンを書いたものは何だと思いますかと。えー、ここね、6年生の子ども、どういう言葉を出してくるでしょうかね。思いやりとかね、温かさっていう言葉で出てくるんじゃないでしょうか。まあ、その上で 一度裏切られた人を許すそれどころか助けるということはなかなかできることではありませんと、えー、ジャンを書いたのは刑務所の厳しい罰ではなくミリエル司教の広い心だったのですと、まあ、こういった解説も少し入れてみてはどうかなというふうに思いますね、えー、その上でね、えー、さっきね絶対に許せないという気持ちになった人、ね、なったことあるかって聞いたけどどうかなミリエル司教のようになれるかなと。 いうことぐらいはちょっと聞いてみたいかなというふうに思います。